今日はほうれん草とキノコの柚子和えをご紹介します。茹でたほうれん草とオーブンで焼いたキノコを柚子の効いた出汁で合わせて仕上げます。まずしめじの方ですね、石突き切っていただきまして、でここからですね、大体半分ぐらいに、根元の方はですね、手で軽くほぐしておいて鉄板の上に乗せていきます。椎茸を切っていきます。石突きをね、切り落としてください。千切りにしていきます。大体しめじとね、同じぐらいの厚さに切ってもらったらいいです。大体5分から6分ほど焼いていきます。キノコ焼いている間にほうれん草の方ですね、湯がいていきます。沸騰しているお湯にですね、塩を入れていきます。根の方はですね、少し硬いですので、根の方からね、順番に湯がいていきます。では全体的に柔らかくなってきましたので、揚げていきます。で揚げるときは氷水に揚げてください。水気を切っていきます。この根っこをですね、上に持ってもらって順番に絞っててもらうといいです。少し根っこもですね、切り落としてもらって、だいたい3センチほどに切っていきます。今ですね、オーブンの中ですけども、キノコからね、水分が出てきていい具合に焼けてきています。で、なりましたら開けてみますね。あ、こういう感じですね、香ばしく焼けていると思います。それでは次に柚子を切っていきます。柚子ですけども、今日はですね、皮の部分と果汁を使いますので、まず皮を剥いていきます。だいたいこれぐらいの大きさでしたら半分あったらいいかなっていうぐらいだと思います。皮をですね、千切りしていきます。まず千切りする前にですね、あの皮の裏を見てもらって、こういう白い部分がね、残っていたら削ぎ落としてください。この白い部分が残っていると苦味になりますので、重ねてね、切ってもらってもいいんですけど、滑りやすいですので、ね、気をつけてください。柚子の果汁を絞っていきます。半分にね、まず切ってください。今日はですね、こういうですね、果汁を絞る器具を使っていきます。ない場合はですね、手で絞ってもらっても、あとスプーン使ってもらっても、ね、いいと思います。で今日はですね、大さじ2杯の果汁が必要ですので、取っておきます。それでは調味料を合わせていきます。まず砂糖ですね、かつおだしです、醤油です、先ほど絞った柚子の果汁ですね、入れていきます。でこちらを合わせます。砂糖が入ってますので、砂糖が溶けるまでしっかり混ぜてあげてください。ではまず先ほど焼いたキノコを入れます。で次ほうれん草ですね、で柚子の皮入れます。こちらで和えていきます。ほうれん草は少し、ね、ほぐしながら和えてあげてください。でこういう感じでですね、全体的に合わされましたら完成です。これでほうれん草とキノコの柚子和えの完成です。ほうれん草の代わりに茹でた白菜、小松菜を使っていただくのもおすすめです。ぜひお試しください。